パウガソル、パウガソル、パウゴゾールことパウガソルサイス、パウゴゾールアイサイス。1980年7月6日台は、スペインのプロバスケットボール選手。NBA のサンアントニオスパーズに所属している。背番号は、16。カタルーニア州バルセロナ県のサンボイダリブラガート出身。身長213センチメートル、体重117キログラム。ポジションは、パワーフォワード。 センター。両親と弟二人の五人家族。パウは長男にあたる。父は190センチメートル、母は185センチメートルある。看護師の父親と医師の母親の長男として生まれる。両親は共にスペイン国内プロリーグの下部組織でプレー経験のある元バスットボール選手。医学一家に生まれたパウは幼い頃から母親に。 医療や医学について教えられてきた。そのことが、スポーツ選手としてのパウ自身の成長に役立った。親は彼に、医学系の道へ進んで欲しかったが、パウの類稀なバスケの才能がそれを許さなかった。4歳年下の次男も、同じく、プロバスケットボール選手で、スペイン代表。2008年からは、同じ NBA のメンフィスグリズリーズに所属している。 7歳の時に生まれ故郷のサンボイラ・ジョブレガットのバスケチームに入団し、バスケットボールを始める。その後、10代初めに CB ・コーネリアというバスケチームに移籍。この頃の彼の身長は185センチメートルで、ポイントガードを務めていた。これら国内株リーグのユースチームでの活躍が目に、止まり、16歳で国内トップリーグの名門 FC バルセロナのユースチームに、 スカウトされる。FC バルセロナからのスカウトをきっかけに、彼のキャリアは大きく飛躍することになる。まず、FC バルセロナのユースチームで、ジュニアリーグ制覇。1998年、ミュンヘンで開催されたジュニア国際大会で、スペインのジュニア代表として参加し優勝。同年、バルナで開催された U-18 欧州選手権に、 U-18 スペイン代表として参加し優勝。1999年に18歳で FC バルセロナのトップチームに昇格しプロデビュー。これが自分の未来はプロバスケットの世界にあると決心させた。同年夏にリスボンで開催されたジュニア世界選手権に U-18 スペイン代表として参加。フアンカルロスナバーロ、ラウルロペス。 フェリペレジェス、カルロス・カベサスラを擁したスペインは、決勝戦で、ニック・コリソン、ボビー・シモンズ、キーオン・ドゥーリングラを擁する U-18 アメリカ、代表を倒し見事優勝。後に、この、スペインの世代は、黄金世代と呼ばれるようになる。ディーガ・アッコブでのラストシーズンとなった2000から2001、シーズンは圧巻だった。国内リーグと、スペイン国杯の両方を制し、 両方で MVP を受賞した。特に、スペイン国王杯の決勝戦では、スペイン史上有数の選手で、スペイン代表のアルベルト・エレーロス相手に、重大ながら、堂々のプレーをし、26点を獲得した。この試合に、NBA のスカウトたちも注目し、ガソルにコンタクトを取った。これら国内リーグでの活躍と1999年のジュニア世界選手権優勝。 この二つがガソルに NBA 行きを決心させた。2001年の NBA ドラフトにエントリーすることを決意したガソルだったが、FC バルセロナとの契約がまだ残っていたため、違約金が発生した。パウはこの違約金の一部を自ら支払っている。それほどまでにガソルは NBA に挑戦したかったのである。 2001年の NBA ドラフトでアトランタホークスから全体3位指名を受けた後、シャリーフ・アブドゥルラヒームとのトレードでメンフィス・グリズリーイズ入りを果たした。1年目は言葉や生活習慣の違いに苦労したが、両親をアメリカに呼び寄せたり、同期のシェーン・バティエと信仰を深めたりすることで、生活面の不安は徐々に減っていった。プレイ面では、 当時まだ線が細かったため、守備でパワー負けすることはあったが、オフェンススキルのセンスと、多彩さは NBA でも即戦力で、安定したプレーを見せ、1年目から平均17.6点、8.9リバウンド、2.7アシストとチームの中心選手となる活躍をし、2001から2002シーズンの新人王を受賞した。しかし、グリースリーズはリーグの最下層チームとして低迷。 デビュー2年はプレーオフにも出場できずにいたが、ヘッドコーチが名称、ヒュービー・ブラウンに交代したのをきっかけにチーム成績は上昇。2003から2004シーズンにフランチャイズ史上初のプレーオフ進出を果たした。この時ガソルの成績は下降したが、ブラウンが10人ドーテーションを行ったためである。しかしながら、プレーオフではファーストラウンド敗退に終わった。 続く2004から2005シーズンも8位シードながらプレーオフに進出するが、またしてもファーストラウンド敗退のにがりをなめている。2005から2006シーズンは大幅な入れ替えを行ったチームの大黒柱として奮起。キャリア最高の数字を残し、自身初の NBA オールスターゲーム出場を決めた。これまではヨーロッパ出身者特有のビッグマンながら柔らかいシュートタッチが、 持ち味の一つだったが、このシーズンはアシストにも海岸。前シーズンに比べ2本以上の上昇を果たした。またチームは3年連続でプレーオフ進出を果たした。しかし、またしても1勝もできずに1回戦敗退。大黒柱として苦しい経験を味わうことになった。世界選手権での負傷、後日によって2006から07シーズンの開幕には、 間に合わせることができなかった。当初は年明けの2007年1月の復帰と報じられたが、12月15日のアトランタホークス戦で復帰。徐々に出場時間を延ばして試合間隔を戻していった。2007から08シーズン途中の2月、プレーオフに向けて、クワミ、ブラウン、ジャバリス・クリッテントン、引退していたアーロン・マッキーの契約権。 将来のドラフト一巡目指名権二つとのトレードでサンゼルスレイカーズに移籍した。レイカーズが大きな損失なく大幅な補強に成功したこのトレードはその他のウェスタンカンファレンスの競合チームに危機感を抱かせ、その後のシャキール・ロオ・ニール、ショーン・マリオン、ジェイソン・キット、カート・トーマスなどの大物選手のトレードの呼び水となった。ガソルの加入によりレイカーズは躍進を遂げ、 彼自身は初めてプレーオフで勝利し、勢いのまま自身初の NBA ファイナルに進出。ファイナルではボストンセルティックスに敗れたものの、続く08から09シーズンには決勝でオーランドマジックを破って優勝した。ガソル自身は相手のエースのドワイト・ハワードをレギュラーシーズン以下の成績に抑え込む一方で FG 成功率は60%超えを記録するなど、 公衆にわたって活躍した。さらに0級から10シーズンもファイナルに出場。ボストンセルティックスとの再戦となった、この戦いでは、ケビン・ガーネットを圧倒する活躍を見せ、見事に連覇に貢献した。2014年7月12日、シカゴブルズへの移籍が発表された。2015年1月11日の、ミルウォーキーバックスとの対戦で、キャリアハイの46ポイントを記録した。 2015年1月22日には NBA オールスターゲームのスターターにも選出され、弟のマーク、ガソルトのオールスターゲームでの共演が実現した。2016年7月4日、サンアントニオスパーズと2年3000万ドルで契約、3度目の NBA チャンピオンへの最後のチャンスに挑むことになった。加入1年目の2016から17シーズンは開幕から、 ティム・ダンカンに代わるスターターとして39試合に出場し、オフェンスでの貢献はあるものの、ディフェンスに関しては引退直前であった作シーンの、ダンカンに及ばず、出場時間が限定されていた。2017年1月19日のデンバーナゲッツ、戦前のウォームアップ中に、左手第四、中手骨を骨折し、長期の欠場を余儀なくされた。オールスターゲーム後に、戦線復帰。 シーズン最終戦のユタジャズ戦で通算2万得点を記録し、ダークのビツキーに次ぐヨーロッパ出身選手の通算2万得点、さらにカリーム、アブドゥルイコールジャバー、ティム・ダンカン、ケビン・ガーネットに次ぐ、リーグ史上4人目の通算2万得点1万5000、リバウンド3500アシスト1500ブロックショットを達成した。2017年7月に一度スパーズとの契約を、 解消したが21日に3年4800万ドルで契約を結び直した。2004年のアテネオリンピックでスペイン代表デビュー。しかし12チーム中7位に終わった。2008年の北京オリンピックでは銀メダルを獲得。個人では平均19.6得点と大会得点王となる活躍を見せた。決勝ではガソル兄弟を中心とした。 高さでアメリカを苦しめ、試合終盤までアメリカ代表に食い下がり、スペイン代表の強さを改めて世界に示した。2012年ドンドンオリンピックの開会式では、スペイン選手団の騎手を務めた。2016年リオデジャネイロオリンピックで代表に復帰している。銅メダル獲得。 2006年8月から9月にかけて開催された2006年バスケットボール世界選手権日本大会に出場スペインはダーク伸びつきを要するドイツ代表や開催国の日本代表などを下しグループ B を1位で通過したファイナルラウンドでは順当に勝ち進むもの準決勝のアルゼンチン代表相手には1点差の新勝だったしかもこのアルゼンチン戦で ガソルは負傷退場し、弟のマークガソルに助けられながら、ベンチを後にした。診断の結果は、第5中足骨基部骨折。全治3ヶ月で、NBA の11月開幕までの復帰は、絶望的になってしまった。スペインの決勝戦の相手は、大方の予想だったアメリカ代表ではなく、欧州王者のギリシャ代表だった。スペイン代表は、 パウタンビエンジイがパウも共にプレーしていると書かれた T シャツを着て入場した。ガソルは足を引きずりながらもベンチから声援を送った。当初はガソル欠場で不安視されていた試合だがスペインが圧倒的な強さを誇って序盤からギリシャを圧倒。ギリシャはアメリカ戦の疲れからかシュート成功率が非常に低かった。終わってみれば70から47の対でスペインは 初の世界王者のタイトルを勝ち取った。優勝が決定すると、ガソルは弟マークや仲間たちと抱擁を繰り返し、目に涙を浮かべながら、喜びを分かち合った。ガソルは、大会のオールスター5、最も活躍した5選手に選出された。また、この中からメディア投票によって決定する、大会 MVP にも選ばれた。決勝は欠場したものの、 ダブルダブルを3回記録するなどスペインを牽引し、それらの好成績が高く評価された結果といえる。ゴール付近で驚異的な強さを誇るビッグマン。バリエーション豊富なシュートセレクションを持っており、状況に応じてフックシュートやドライブイン、またジャンプシュートで得点を量産する。ローポストからハイポストまで攻撃範囲が広くスピードもあるため相手センターを ゴール下から引きずり出しての一音一にも強い。ヨーロッパ出身選手らしく、フリースローを苦手にしていない。ただし3ポイントシュートは滅多に打たないが、決めることも可能。ディフェンス面でも、リバウンド、ブロックショットの能力にも長けており、アンセルフィッシュで、汚れ役も意図はない。その一方で、センターとしては、細身な体型のためパワー勝負を弱点としていることや、 メンタル面の弱さがプレイに影響することも決して少なくなくソフトと揶揄されることも多い。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。